はい、ご静か古墳でございます。古墳の長な灘ですね。そうやってましたけどね。はい、ちょっと回ってみましょうかね。はい、横にね、小坪古墳がありますよね。これちょっと小さいけどね、これ中入れないんですけどね。これ今見は上がってきたね、今ね。約20メーターぐらい高さあるよね。で、墳丘が197メーターかな、なんかそれぐらいあるらしいですよね。どっちか回ってみよう。こうやから、ね、ぐるっと回ってみようか。ちょっと待ってみよう。ここ吹き石の方は10メートルそうだけどね、高さが8メートル50センチ。はい、こっち側上がりましょう。これは大体もともと原型はこんな感じでね、みんな石を拭いてたんだけどね、今天皇陵を見てもね、ほとんど原生林になってますからね。これは崩れてね、残ってるのはね、壕と石棺ぐらいですかね。その間はね、粘土で止めたらしいんでね、ちょっとのそのまま持つんやけどね。今あれはコンクリートなんか売ってあるんでね、長いこと持ってたんだから。これちょっと裏に、ああちょっと見えなかったな、ここやからね。ちょうどこの辺が裏になりますか。公園がね、赤潮が見えとるかな。はい、仁徳天皇陵はね、海外の人に見せるために作ったんだろう言われてるけど、これどうなんだろうね。海に向かっては真横じゃないな、ちょっと斜めになってるね。こうやからね、雰囲気は分かんないからね、ちょっと斜めですわ。真横を見せるのはもうちょっと右にね、古墳の方がもうちょっと右に置いたらね、そんな感じがするんだけどね。ここ残ってる石がこれ、これが作り出しみたいな感じやね。マウントがあるから、そこね、そこ入れないんですわ。
箇所を私見えますね、これちょこっと鉄塔が見えてますけどね。本来これマウントを見せるためにあれ階段作ったんやけどね。あそこ置いてられなかったよな。なんでやろね。これが作り出しのとこですかね。回れないんですよ、これ。ほら。あらあら。こういっちゃうんだ。回れなかったんですよ、これ。これほら、残念でございました。